それでは次に日本史と船橋史を学ぼうということを質問いたさせていただきます。先ほど船橋は現在転入者が多い町という質疑をしましたが、そもそも船橋の形成自体が、まあ、いわば転入者で形成されてきた町です。で、その町は日本の歴史と重なって、歴史が進んでおります。例えば、中学 の社会で、対応しているのは教育出版ですねの歴史というので1年間中学で学ぶわけですが、縄文時代の貝塚などは例えば舞貝塚町という地名が残っているように至るところにあります。古墳時代のものは小室に前方後円墳が発見されて他にもあります。それから飛鳥時代の和道開珎の出土も岸の船橋でもされております。平安時代には荘園ができたということが、まあ、この教育箇所の、には書いてあるんですが、それがきちんと船橋でも夏海のみくり屋というところが荘園として始まりました。そして鎌倉時代になると吾妻鏡という中に船橋という名前が初めて登場すると。で、江戸時代に、まあ、江戸時代の四大改革というのを学ぶわけですけど、その最初の改革である吉宗が、薬園台を、の薬草を作っ、提案していったというような話とか、まあ、よくこの議場でも引用されますが、幕末の戊辰戦争の舞台にもなったということが、船橋自身が日本史の歴史を歩んできているんですね。で、その歴史をまとめた船橋志士というのが発行され、38冊にも及んで貴重な記述がなされております。また、船橋志士、夏見潟をめぐってなどの民間の著作もあります。郷土資料館は2008年に新版船橋の歩みというものを発行し、これが歴史をコンパクトにまとめております。これを欲しい方、読みたいという方、市民は購入や貸し出しで読むことはできるのでしょうか。生涯学習部長。ただいまご紹介いただきました新版船橋の歩みは、郷土資料館や飛びの大史跡公園博物館、本庁では市民の声を聞くか、及び行政資料室で一部500円で販売をしております。また市内の図書館での貸し出しも行っております。先日20日に改めて郷土資料館を見学させていただきました。古代からの歴史が、まとまっていて、見ました。ただ平安時代まではきちんとその学校で学ぶ名前になっているんですが、その後中世近世という表現がされていて、学校で学ぶ鎌倉南北朝室町戦国安土桃山江戸などの表記がその展示の方にはないということなので、ちょっと、書き加えた方がいいんじゃないかと思います。そして、まあ、志士の編纂、あるいは船橋の歩みの、まあ、いろんな新しい知見を分かっておりますので、まあ、増補改定などについてどういう方針でしょうか。そして、船橋志士となっているんですが、船橋志ができる前からの地域全体の船橋志とした、船橋の歴史ですね、船橋志とした方が良いと思いますが、いかがでしょうか。で、合わせて市民が日本史と船橋志を合わせて学ぶ、講座、どのようなものをお考えで、どのようなものを実施していく予定でしょうか。生涯学習部長。はい、新版船橋の歩みは、郷土資料館が市政70周年記念に刊行したものでございますが、現在のところ、増補改定の予定はございません。志士編纂につきましては、具体的な内容については決まっておりませんが、前回の志士編纂から20年が過ぎているため、今後検討してまいります。なお、志士の名称は船橋志士となってはおりますが、既存のものにつきましても、古くは旧石器時代から地域全体の歴史を記述しております。また来年度の教育普及事業についてでございますが、例年行っております
地域史講座、文化講演会、古文書講座といった講演会を予定しております。これまでにも、例えば馬をテーマとした講演会では、市内で出土した中世馬の特徴とともに、江戸幕府の巻が置かれた船橋の歴史ですとか、さらには世界史的な視点での馬と人との関わりについてもお話をいただきました。今後もこういった視点を組み込みながら、市民の皆様に楽しんでいただけるような内容となるように心がけてまいります。朝倉議員。船橋の小学生にはこの副読本私たちの船橋というものが3年生と4年生で配布されます。3年生で市、4年生で県を学ぶというのが教科書で規定されているわけですが、その全体の教科書の記述には船橋とか千葉県についての記述が少ない、詳しく学習できないのでこれを作ったとのことです。毎年改定をしてこのように作っている市は県内では珍しいということで、いい取り組みだと思います。この中で年表が少し記述があるんですけど、ちょっと明治以降が充実してるんですが、さっき言った古代から江戸までの記述が少なくて、船橋という名前が初めて吾妻鏡に登場したという記述もないんですね。ぜひ今後過失充実させていただければいいと思います。中学生になると歴史、先ほど言ったような歴史で日本史を中心に1年間じっくり学びます。せっかく歴史に対する興味が醸成され、また高校入試という当面の目標がかかっている時期に日本史と船橋史を重ね合わせて学ぶのは非常に大切なことでしょう、ではないでしょうか。先ほど紹介したように日本史の歴史と船橋の、歴史は重なっております。ぜひ、それを、副読本として作ったらいかがかと思いますが、どうでしょうか。学校教育部長。まず中学校の副読本船橋の歴史の作成についてお答えいたします。教育委員会といたしましては、本市教育大綱の留意する6つの取り組みで示すふるさと船橋への思いの育みを実現する上で、副読本を作成することは有効な手立てになるものと考えております。しかし中学校社会科の学習指導要領では、総合的な歴史の学習に取り組むことが重視されているため、特定の地域の歴史を扱う副読本の作成については現時点では考えておりません。次に、日本史と船橋の歴史を重ね合わせて学ぶ歴史学習についてお答えいたします。本市の中学校歴史的分野の授業では、これまでも教科書で扱われている事柄と船橋に関わる歴史的な事柄を関連付けた実践に継続して取り組んできております。具体的には、明治時代の戊辰戦争の学習において、船橋でも旧幕府軍と新政府軍の戦いが行われたことや、殖産工業政策の一環として双葉岬が開墾されたことなどを取り上げております。また教員は郷土史を扱うことの重要について研究等を通して学んでおります。教育委員会といたしましては、今後も学校教育において船橋の歴史、とりわけ船橋の全近代史を学ぶ機会を充実させるよう努めてまいります。以上でございます。朝倉議員。この質疑をさせていただく上で、高校での取り扱いはどうなっているんだろうかということで、市立船橋高校の社会の選択の状況を調べさせていただきましたが、世界史に地理、日本史、現代社会がバランスよく選択されており、やっぱり高校で日本史を学ぶということも、学び続ける生徒もいるということで、市中学でしっかり教えていただきたいと思います。さて、次に市立学校でのオンライン